トウモロコシもらいました。むちゃくちゃうまそう。一番うまそうなのこれマジで。ねえ、小麦アレルギーやけどもう食べます。餃子いただきます。絶対うまい。これは間違いない。うん、あるい、うまい。これはでも結構中身が、うん、タイっぽいね。パクチーな、うん、おいしい。うん、さっきから食ってめちゃくちゃうまい。めっちゃ辛そうやな。絶対辛いな。いただきます。おいしい。辛っ。中国料理だね、これ。食べてすぐ、うまい。世界一出てくるのが早いです。美味しそう。ん？で、これをかけるかな。美味しそう。アロイ、アロイマクラップ、アロイマクラップ。空港でちょっといろいろありましたが、ご飯めっちゃ美味しそう。いただきます。チャフンタン、チャフンタンです。チャフンタン食べます。マレーシア中華、うん、マレーシアン中華。チキンライス、シンガポールからスペシャル。あー、ドリアン。ちょっとなんか、なんかにでも似てるなぁ。あー、めちゃくちゃ甘いマンゴー。見たい。あの、インスタのマネーシャーの、これはカリーかな。ご飯を、なんかこういうチューズしながら、ね、作っていくみたいですね。自分のカレーをカスタムしていくような感じですね。わーお、自分のカレーをカスタムしました。もうなんかドカドカとドカドカと乗せていきます。 Thank you。いただきます。なんかおじさんがディナーに連れて行ってご馳走してくれるそうです。おー、うまい。これ食べていいのかな。なんだこれ。もうもはやジンベエです。これ皆さん、自分でずっとあの整理整頓して後ろの整理整頓が気になる。何これ、マジでめちゃくちゃうまい。あんま日本語通じないんですけど
うん、うまい。とりあえずホテルの横に吉野家があったのでこれを食べます。いただきます。日本よりかは肉は硬いかなって感じで美味しい、めちゃくちゃ。味付け完全に日本やね。これは日本の味付けやね。そのまんま。うまそうね。焼き鳥？焼き鳥。まあ、ニンニクもう一発目からニンニクね。うん。うん、まあ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 、これ一応ドリンクついて1200円ぐらいかな、多分。なんか卵焼きかな、これ。うん、卵焼きやね。あ、これでも俺豚骨にせんかったけんかな。醤油めちゃくちゃうまいんやけど。そうめんね。多分普通はどっちかでいいです、今日のお昼ご飯です。金額は日本と変わりませんね。うわーマジで何週間ぶりかに味噌汁で謎のサラダ、白米で、これはメンチカツっぽいね、と餃子です。なしごれんです。チャーハンやね。もういただきます。食べます。では、ここ見た目はめっちゃチャーハン、ほとんどチャーハン。うん、形が面白いね。今日はこちらの、まあ、ストリートレストランで来てみました。美味しそう。今日もケニーのラーメン屋さんに来ました。スペシャルボーラーメン、めっちゃ美味しそう。スペシャルラーメンです。夜ご飯ラーメン。 Yeah, I guess so. 塩味噌味。あ、うまい。相変わらずうまいな。これがね、ベースが鶏白湯っていうのが不思議だよ。うまい。めちゃくちゃ麺が入ってる。このラーメンマジおすすめ。グリルチキン美味しそう。アボカドジュース、はい、
こちらですね、お茶もついてます。ふりかけかな、めっちゃ美味しそうね。はい、ご飯食べます。卵とバナナと、なんかこれカレー味の何か、こんな感じですね。美味しそうね、めちゃくちゃ。いただきます。いきます。普通のカレー、チキンカレーかな。うん、うまい。今間違いないよね、カレーを。結構浸して食べるから。うん。ちょうどいい。なんだこれ。いいですよ、カレーは。辛いね、やっぱスパイシーね。インド来て初めてちゃんと料理食べます。食べてみます。スープ美味しそう。めちゃくちゃ量あり。サンドイッチ美味しそうやね。どんな味なんでしょうか。食べてみます。うん、美味しい。サクサクしてピザみたいですね。野菜たっぷりピザ。機内食についてました。ブラックティーだそうです。ミックスか、グリーンティーとブラックティーのミックス。はい、来ました。チャーハンですね。照り焼きらしいです。照り焼き味。うん、うん、若干違うが、若干違うがうまい。うん、音量でガメ。うん、うまい。生春巻きかな。はい、うまそう、めちゃくちゃ。ファンタと、もう小麦アレルギーやけど、もうこれしかなかったからな。これ食べます。バーベキューチキン。こうやって食べていいんかな。これ巻いて、まあ味はね、鳥ジョージア料理なんかな、わからんけど。チャチャシューリーですね。めちゃくちゃ美味しそう。揃いましたね、こっち。あ、パクチーの野菜スープ。うん、国によって違う。うまい。昼ご飯。本物いただく。うん、わからん。なんじゃこりゃって感じだけど、米チェックやな、まずは。あ、米にも味付けとるんやね。うん、うまい。
このビューを見ながら食べます。チキン。なんかまずサラダから出てくるみたいですね。意外でした。こちら食べます。なんかわからんけど最後にバターめっちゃかけてた。ケバブらし、真ん中にあの周りにあるのがケバブらし。ケバブがおそらくサービスのチャイ。面白いね。はい、これでハム、はい、でサンド。 Yes, okay, very nice. Okay, already yeah, just, done. Yeah, okay, okay. 行儀、ちょっと行儀悪いけどいただきます。うまっ。 Yeah, it's cool. うまっ。チーズだ、チーズ。 Yeah, it's yogurt. Yogurt. あ、めちゃくちゃうまい。はい、ホテルで準備してくれました。めちゃくちゃ美味しそう。一番美味しいやつだこれ。いただきます。うん、うまい。ヨーグル、はい、ハロー。うん、うん、ナッツグー。2回目の夜ご飯。うん、うまい。なんかね、顎が痛い。なんでやろう、食いしばったけんかな。うん、今日の晩ご飯だね。多分ね、飛行機でもね、飯出ると思うんですけど、食べます。パイをいただきます。もらいました。これちょっとめちゃくちゃ大きいんやけど、これだけ 手がこれだよ。30センチぐらいある。これ一番な。もらいました。優しい。いただきます。チキンよ。うん、なんかちょっとカレーっぽいテイストな味です。チキンですね。うん、うまい。うん、なんつってたかな、ライムミントつってたかな、謎の飲み物。いただきます。これうまいわ、めちゃくちゃ。これスープみたいですね。これね、モロヘイヤ。うん、おいしい。はい、今日の昼ご飯兼ディナーですね。めちゃくちゃでかい。どこででかいか分かるかな、これね、分かる。めちゃくちゃでかいです。いただきます。いただきます。どんな味やろ、説明全然分からんかったけど。うん、うまい、うまい。うん、モロヘイヤとヨーグルトとカレーかな、これ大量に。まあまずカレーから。うん、カレーです。ヨーグルトも、ヨーグルトも。うん、うまい。これが俺めっちゃ好きやねん。モロヘイヤのスープめちゃくちゃ美味しい。
So in Japan, so do you know tatami? Tatami. Yeah. Oh, すごすぎじゃないですかこれ。あ、これ見たことあるな。マシ。でも食べたことはないですね。迫力がすごいですね。嬉しい。すごい。レストランみたいなジュース出てきた。モズボブトワノエン。モズボトファコ。アベルバナナ。美味しそうね。朝ごはん。このまま丸かじりだそうです。恒例の夜食。今日の朝ごはんはコシャリですね。めちゃくちゃでけえけど。いただきます。おお、美味しそう。うまい。パスタとお米全部混ぜ丼ですね。パッタを食べます。パッタ、これパッタスーイです。パッタスーイ。エジプトのキットカットも食べてみます。こちらですね、ケンタッキー。全然違うじゃん、餃子飯。これで4ユーロです。うん、美味しい。なんなんじゃろこれ。人生で初めてビーガンラーメンを食べます。これね、面白いね、入ってるのは。わ、スープもう違う。うん、スープがもう野菜だ。うん、絶対普通の方がいいわ。これも美味しいけど。あの、日本人の方が経営されてるんで、日本語で接客してくれます。うまそう、美味しそう。めちゃくちゃうまい。世界一だと思うな、日本食は。考えられんぐらいうまい、マジで。うん、うん、おいしい。わかめですね。丸ごと来たわ。うまい。アレックスおごってくれました。うん、おいしい。うん、一番これ全然違うわ。でかいし。次、チョコレートの方をいただきます。エビ、これチャーハン。スモールピッツァ、美味しそう。むちゃくちゃ中が甘いね、エクレア。エクレア？ So you guys called also エクレア？ Okay, from friend。 ちょっと一口かじったけど、スパイシーツナマヨみたいなやつ。朝ごはん、動物がめちゃくちゃ、じゃあ
ちょっと見て、あの犬めちゃくちゃでかいから。おー、Thank you. Very nice. いただきます。まず米から、米大好きだから米から回します。うん、今ちょっと炊くの失敗したんです。うまい。でもめちゃくちゃうまい。顔？顔のお腹？お腹の？お腹。この感じで来るの？生野菜。面白い。久々のご飯、朝ご飯です。いただきます。熱。うん、うまい。めちゃくちゃうまい。タイの味だ。First time. Rice is one go. Rice mango chicken, right? Grilled chicken とライス。あとスープ。カレカレーでした。いただきます。久々その光景見たな。ライティングとかリーディングはどうなんですかね。書いたり。これ、いただきます。
うん。夜食よ、日本食いなりかなんか頼めよ。今日は誕生日カニ鍋パーティー。おー、おいしそう。こんなの、こんなの下に置いて、カニが下にある、うん、カニ、カニ、よろしくろうよ、うん、うん、上等なカニ、うんうん、まだつくね、両手に入れとこそのつくね、うん、うん、アク好きに、うん、頭が良くて、すげえ用ないでしょ。いや、学部に。4秒ルールだ。